で、そうやって待ちようということに、実はその当選を決めた1時間半後には、区役所の総務部長と区長室長が来て、あ、打ち合わせをしたいと言うんで、もう区長になっちゃったのかなということで、まあ、すごく早かったわけなんですが、まあ、それでスタートしました、まあ、4月の27日から、まあ、スタートしたわけですけれども、で最初にやはりやったのはですね、まあ、選挙戦の中でも、まあ、この点を訴えたんですけれども、被災地をもっと支援しようということでした。その被災地の支援ということを、もちろんその世田谷区も東京都が割り振っているその、まあ、範囲でですね行ってましたけれども、もっとできることはないのか、いろいろこう研究しようということで、まあ、いくつかのことをやりました。で、一つはですね、世田谷区内に実はその仮設住宅を準備しました。これどういうことかというとですね、今回の災害に対しては、大変その範囲規模が大きいことからですね、民間賃貸住宅に、お住まいになったと、要するに被災してですねっていう方でも、それは仮設住宅ということで扱いますよということが、まあ、一つですね。で、その場合岩手県の方が宮城県にいてもこれ構わないですよという、だから県外と民間賃貸 OK なので、これは世田谷区にも仮設住宅できるんじゃないかっていうんで、一応その役所の中でチームを作ってですね研究したところ、まあ、実はできるというのが分かりましてですね、まあ、2ヶ月くらい、準備をして、で、東京都がですね、一応その国があって都は都道府県があって、それからまあ市町村になるというそういう仕組みになっているので、東京都がそういう制度に乗り出すというタイミングを経ないとできないわけですね。で、東京都が6月の末にそういうことを打ち出したので、じゃあ世田谷区のその民間住宅を提供するという形でその仮設住宅を作ろうということを、あ、すいません、東京都のルールがちょっとですね、なかなか制限があったのは、まあ、家賃が月額7万5000円以内であることという条件があったんですね。で、5人家族以上の場合は10万円以内というね。で、多分その東京都でも多摩の方はですね、その家賃でも、まあ、そこそこの広さの、まあ、場所が、賃貸住宅が確保できるんですけれども、まあ、世田谷区はなかなか高いので、やっぱ単身者向き の、 ワンルームとか台所付き一部屋っていうぐらいの感じなんですね。7万5000円だと。そこで区のお知らせで、いながらボランティアをしませんかって呼びかけて、つまり、貸し屋とか、あるいは、貸し屋パートを持ってる方で、まあ普通に貸すと12万とか13万だけど7万5000円で提供しましょうっていう人はいるんじゃないかなと思ったんで、呼びかけたところ、まあ、5、60人の方が応じてくれて、あと不動産業界からの、まあ、物件の斡旋、まあ、いうのもあってですね、今110件ぐらいの、まあ、登録があって、でそれから、区営住宅とか区で持ってた物件約50件もですね、そういう形で、いわゆる仮設住宅扱い、つまり、居住者にとっては、まあ、家賃はいらないということで、確保できたので、一応世田谷区内には仮設住宅があると、もちろん東京都の都営住宅とかもそういった扱いになっているんですけれども、まあ、そういう取り組みをしました。まあ、同時に区内に避難されている約300人の方にお手紙を出して懇談会をやったんですね。だからまあびっくりしたことに、やはり 95% が福島県の方でした。で、大熊町とかね、双葉とか、楢葉町とかですね、もう本当に原発の直下、まさにその今戻れないという地域から多数ですね、南相馬市からも来てましたけれども、いらっしゃってました。ただバラバラに入ってたもんですから、
大谷町内の方でも同じ世田谷区に来ていることもわからなかったということで、今まで2回やりましたけど、そういったことに取り組んだのと、あと区の職員がもう少しこう被災地支援大々的にできないのかなってことで調査隊に行ってもらって、南三陸町ですね、この宮城県の津波で、大半の市の中心部が流されたところですけれども、あそこで流されなかった家屋っていうのがありまして、ちょっとこう丘に登ったところ、山間部などがそうなんですが、そこでのその、住宅のですね、図面ですね、家庭元台帳って言うんですけども、それをぜひ、コンピューターに入れる直前まで作業を5年かかってやったものは全部津波で持ってかれちゃったと。で、それを担当されていた職員の方も亡くなったということで、世田谷区でそれやってくれないかと。で、これ結構大変な量で、6500ぐらいの家を一軒一軒訪ねて、これを全部巻き尺で測るという。で、それを区の職員の方がやってみようと言い出してですね、20人が民宿を借り切ってですね、2週間で 1チームが入ったら、今度第2陣がまた交代で入るという形で2ヶ月かけて、実はやっていくうちにですね、もう終わりそうだって連絡があったんですが、最後のところでまた2000件増えて8500棟になったんですけれども、全部終えたということで、やることができました。他にもいろいろやったんですけれども、そういった形での被災地支援の取り組みをしながら、今明日もやるんですけども、車田集会といってですね、地域の中で、区 の地域センターみたいな、昔出張所と言っていたんですが、今まちづくりセンターと呼んでいる場所があります。で、その単位で、大体自転車でこう気軽に集まれる、範囲で世田谷区27カ所の出張所まちづくりセンターというところがあるんですね。で、そこに住民の方に、自由に希望する方が集まってもらって、直接、お話をするという会を、明日は2箇所やるんですけれども、今までに5箇所やり、これから来年までに27箇所を展開していく予定なんですけれども、そういう場を開くと、やはり実際に3月11日以上の地震が起こった時に誰が避難所を運営するんだろうかと。夜中に地震が起きた時に区の職員が、近所に住んでないところが多いわけですね。それこそ神奈川県から通っている職員もいるわけで、じゃあそういう意味での声が大変多いです。ですから今世田谷区では、災害対策総点検といってですね、今、考えられることすべての、例えば、浅間山か富士山か、噴火してですね、江戸時代がありました、こういうですね、ことが起きた場合何ができるのか、それから原発に、戻るとですね、原発事故が起きた場合の避難マニュアルっていうのは見事に存在していないんですね。これは実は日本全国そうなわけで、南相馬市にも実はなかったそうなんですけれども、10キロ圏内っていうふうにも限っていて、それ以上のところでその避難等を考える必要がないいうのが、いわゆる国の見解だったわけですね。で、原発事故が起こり、それでもその状態は変わってないわけなんですね。で、浜岡原発が今止まっていますけれども、これもですね、今の政権の方向性によっては、ずっとこれで止まって廃炉になっていくかどうかっていうのは、これはもう予断を許さない状況であります。あるいは新潟の原発、あるいは、少し、離れていてもですね、原発事故の影響の大きさは簡単に日本というその狭いですね、国土について比べればそんなに離れているっていうことでもないですね、関西の原発にしてもというところで、いわゆるその、今回福島で起きた、あるいはそれ以上、あるいはそれに近い原発事故のいわば避難マニュアル、
いうのが作れるか作れないのかをやってみようというのを今取り組んでます。でこれは世田谷区だけがその作ったってできるわけもありません。またいろいろな困難も出てくるでしょう。しかし何が困難で、どういうことが想定できるのか、まあ、これは非常に嫌な作業なんですけれども、やってみてですね、これが、マニュアルとして成立できないようであれば、実はその世田谷区長選挙でもそうだったんですが、なぜ世田谷区に原発もないし、それから国の政策なのに、なんでその地域で脱原発なんですかってことをよく聞かれたんですね。でその答えは非常にこうシンプルな答えで、要するに原発の運営とか再稼働とか何だらかんだらってことについては全く権限がありません。ただし一旦何かが起きた時には全責任は市長であり区長なんですね、まあ、これはもう間違いないわけです。でそこには情報来ないというのがその原発直下の南相馬市の、まあ、市長から直接聞いている事態でしたよね。とそうであれば我々はまさに当事者ではないかと、責任だけあって、これにかかる状況についての発言は全くできないというのは実におかしいよということで、で、5月、まあ、暑い夏がようやく、少しずつ終わりかけているような、今日昨日ぐらいの台風が行った後の、まあ、天候ですけれども、まあ、5月の段階ではですね、8月電力危機と、あるいは7月末にパンクするということで、相当、まあ、そういう記事がいっぱい出てましたよね。電力使用制限令の発令であると、こういう話も出ました。で節電しないといけないと。で実はやや過剰反応がありましてですね、まあ、世田谷区でもいろんなお祭りが、私の就任前にちょっとこうお祭りの縮小っていうのがあったんですが、ついでにみこしも中止したってあるんですね、あんまり関係ないと思うんですけどね、電力とは電力とは関係ないんですが、要するに人が集まっている時間を短くしたいと。でお日様のあるうちに良い子は、お家へ帰るっていう、まあ、そんな夏祭りあるかいと言って、まあ、就任してですね、もうその時間をこう延ばせって言ってですね、まあ、やったんですけども、まあ、その節電に対する雰囲気っていうのは一言で言って、私は恐怖感を煽る、まあ、計画停電がありましたよね。世田谷区はなかったんですけれども、横須賀市はどうです？ありました。まあ、計画停電というのがやはり相当効いていてですね、やっぱりその停電でとんでもないことになるんじゃないかということで、要するに何て言うんですかね、その恐怖の節電、脅迫症候群みたいな、節電しないと大変なことになるぞとって言っているのは誰なのかというと、この事態を生んだ電力会社と経済産業省だったりするわけですね。これはおかしいんじゃないのと。でその時ですね、自治体として何らかの形でこの節電について一歩先んじた取り組みをしようと考えたわけで、で最初に考えたのはスマートメーターでした。スマートメーターは電力の、まあ、使用の状態というのをまあ、パソコンでですね、今このぐらい使ってるとかっていうのをこうチェックできるという仕組みであって、まあ、例えば世田谷区内に300台とかですね、こう配ってその、まあ、電力 の、 そのメーターのところに、これをデータを補足する機械をつけて無線で飛ばして、それをサーバーインターネットのラインを通してサーバーに集約してこう全体を出すみたいなね、そんな仕組みだったんですが、実はこれ結構お金がかかるんですね。いろんなメーカーがやろうとしてましたけれども、あんまり具体化してないと思います。でそれを準備してるうちにですね、考えが変わったのは、なぜその東京電力自体が持っている情報をもらえばいいじゃないかと。そのスマートメーターってやはりある種の推計なんですね。視聴率と同じなんですよ。300件配って平均を出すということなんで、やっぱり間接的なデータなんですね。でそれをこの区でやるというよりは、東京電力で世田谷区内が今
どのぐらい今使ってるのと、そして供給可能限界線というのはどこなのというのを、その、まあ、スマートフォンとかパソコンで見ると、あ、今この辺だと。でその赤いこの限界線とか、その黄色い注意エリアとかでこうグラフを見ていて、区民の一人一人、事業者の一人一人が、じゃあここでエアコン切ろうとか、まあ、いう形でこう調整するという、いわゆるその情報をシェアする参加型節電というのがあるじゃないかっていう思いついたんですね。でこれで東京電力渋谷支店に行って何とか交渉した後ですね、結局東京電力の答えは、これはニュースとかでも報道されたんで、最初はゼロ回答をしようとしたみたいなんですけども、さすがにゼロ回答はダメだろうということで、東京23区の、前の日の1時間ごとの電力使用量ならお出しできますと。でも閣下総用みたいだね、あんこの入ってない饅頭が出てきたみたいな感じなんですけども、世田谷区のっていうんではなく、東京23区って、まあ、要するにそれだけこう広がっちゃったわけですけれども、まあ、結局世田谷区のできるはずだっていう、こう押し合いもしましたけれども、まあ、23区の出してくれるっていうなら、じゃあ出してちょうだいよと言って、7月の1日からデータをもらい、翌日から出し始めました。でこれ面白いことに、東京23区の電力使用量の データは世田谷区のホームページでのみ見れるという状態になっています。でその後板橋区が続いてくれて、まあ、そのデータを使って公表してますけども、それを見るとですね、すごく分かりやすいのは、東京23区でいうと去年のピークは1340万キロワットぐらいなんですね。で今年7月こそと暑かった日がありましたが、その時でだいたい1000万キロワットぐらいですね。で7月の終わりにかなり涼しくなる、こうなると600万キロワットぐらいですね。で 15% ラインの節電目標線と、まあ、はるかに下なんですね。っていうのが見えると、まあ、要するに前の日のデータなんで、本当にちょっと過疎用という気もするんですけども、まあ、同じように暑ければこう傾向わかるわけですね。でこれが出た途端に東京電力の副社長が、関電に、関西電力に融通するということを、まあ、記者会見で言ったんですね。まあ、要するにもう東京電力管内のいわば、要するにショートするという可能性は少ないということを、まあ、認めざるを得なかった。で皆さんご存知かどうか分かりませんが、東京電力の電気予報ってご存知ですか。一応その東電のホームページでいろんなところにこうそれを引っ張ってね、そのデータを出しているサイトがあります。電気予報ってあるんですね。でこれは実は23区じゃなくて東電エリア横須賀も含めた全体の今なんですよ。今の瞬間の電力の使用量、そして供給限界ラインって一応あるんだよね。でこれが出せるのになぜ23区の今が出せないのと聞いたら、原発事故で人手がなくて打ち込む人がいないという話でした。だったらウェブカメラかなんかで、要するにデータはそのリアルタイムで把握してますから、それをこうね、別に人がいなくてもいいし、高校生でも中学生でもボランティアでもやってもらえば実はできるわけですけども、まあ、それはちょっと余談ですが、まあ、そういうページがあります。そういうページにですね、7月の終わりになってある人が教えてくれたのは、いきなり出ましたと。何が出たかというとですね、東京電力の各支店別の昨日の使用量っていうのが出たんですね。ですから東電のそのページをずっとスクロールすると、下の方に、非常にこう目立たなくあります。でそれをクリックすると神奈川支店ってのがあります。で神奈川県の昨日の電力使用量いうのが出ます。しかしグラフは出ないんですよ。なぜかと、誰も求めてないからじゃないかなと思うんですね。だって世田谷区が求めてグラフが出てるわけですよ。だから神奈川支店とか山梨支店とか千葉支店とか
全部それをやればもっともっと身近に分かってくるし、で何よりですね、実は世田谷区版の情報も実は出るんですね。世田谷区内には20箇所の変電所があって、それは一番小さな変電所なんですが、まあ、その中でこういうふうに電力が供給されているという図がインターネットで、いろいろ調べたら出てきました。で、実は今から10年ぐらい前は阪神大震災で、それの教訓で阪神大震災の時に被災の実態分かんなかったんですね。早朝でしたし、でその時に実はその電力がどんどんこうダウンしていく地域っていうのは、変電所別にここはやられてる地域だということ でそのつまり何ていうんですか、その電力の使用量の最小単位である世田谷区内20箇所あるそういう変電所、小さな変電所別のデータを見ていて、で大きな地震が例えば首都圏で来た時にそのデータを見てどこがやられてるかをつかむのが、設備投資は1円もいらない、それは一番いい方法だって提案を、まあ、東大の先生がしていて、まあ、その論文は全部その変電所の地図とかなんかも出てるんですね。ですから10年前からそういう提案がされているが、やはりこう振り返ってみると、まあ、電力情報っていうのは、まあ、一部の人がですね握っていればいい話で、まあ、下々の国民はですね、時々警報とかですね制限令とか出てそれに従っていればいいんだという、まあ、戦時中のその統制型の、まあ、思想というかいうのがずっとこれまで支配的だったかと思います。で、まあ、その電力情報の開示をやったのもやはり脱原発で、まあ、現在の東電管内は、柏崎で2基の原発が回ってるだけですが、原発によらなくてもその社会生活あるいは、経済生活が回るかどうかということは、やはりまず一番全体を下げるっていうんですか、使用量を、それはやっぱりポイントになりますので、それはどのぐらいできるのかということが、まあ、これからも課題だと思いますし、ぜひ神奈川県でもですね、神奈川県も脱原発で、当選をされた知事もいらっしゃいますから、電力情報のねそういった開示と共有ですね、いうとても大事なことではないかと思います。結局そのことがはっきりしないので、いつになっても肝心のことは、まあ、国や電力会社が握っているという話になるのかと思います。それとですね、自然エネルギー、これをもっともっと活用していこうということについては、まあ、脱原発と言わない人もですね、まあ、ある種のこう電力会社のに近い立場の人が言っている、まあ、原子力発電がないと日本の経済が空洞化してもみんな企業が外に逃げていくみたいなことを言ってらっしゃる方もですね含めて、いわばその自然エネルギー、再生可能エネルギーをより、増やしていこうということについては、まあ、争いがないわけですね。まあ、それはそうだろうというというところについては、世田谷区でもやれることをいっぱいやろうじゃないかということで、つい9月の頭に、区の主催でシンポジウムを開きました。たくさんの方が3日間で、予約がいっぱいになるぐらいのこう関心の高さで、南相馬の市長とそして、環境エネルギー、政策研究所の飯田照成さんを呼んで、それぞれ講演をしていただいて、世田谷区のまあ、電力の地産地消ですね、まあ、太陽熱太陽光を中心としてそれを広げていこうという話と、もう一つ、例えば南相馬市が被災地から立ち上がる、被災から立ち直るためのいわば洪水でやられてしまったところに太陽光発電の施設を作るとか、あるいは風力発電であるとか、まあ、いうことについてつながっていくというようなことも、まあ、考えていきたいですねという話をしました。
まあ、ちょっと時間になってしまったようなので、あとはまたシンポジウム、後半の中で少し、補足できたらと思います。自治体から、やれることはとてもあるという時間でやっています。どうもありがとうございました。